はい、では、派生文法と探索アルゴリズムについて、自然言語処理研究室学部3年森谷が、説明していきたいと思います。まず派生文法とは何かについて説明させていただきます。派生文法とは、日本語がまず、活用していないといった考え方の文法です。で、まあ、これは、何かというと、ひらがなやカタカナを文字単位ではなく音素単位の形で書き換えて日本語の変化を考えるといった手法となっています。で、例としまして、学校文法というのが普段私たちが使っている、未然形、連用形、終止形、連体形、仮定形、命令形で書かない、書きます、書く、書く、書けば書けといった この形ですね。なんですけども、その語感は、まあ、書くの文字としているんですけども、この派生文法では音を見てまして、この KAK を語感として見て、それをさらに未然、連用、終止、連体、仮定、命令の形にしています。で、この形なんですけども、いろいろルールがありまして、例えば書かないってこれなぜ読むのかって、括弧がついてる、 A に括弧がついてると思うんですけども、このルールとして、例えば、母音の後は子音が大体来るのが日本語である形のルールを取っていまして、書かないっていう形でしたら、まあ、書く、さらに ANA の I で書かないって形になるんですけども、例えばこれが、食べるっていう形だとしたら、まあ、食べるのその語感は食べなので、TABE で E の次にもう一回母音が来ることはないって考えて、食べないで、この A を抜いて TABE のその次にそのまま NA ってきて I ってくる形になります。で、同じく、子音も連続しないって形で見まして、終止形連体形でここあるんですけども、書くなんですけども、K の後に R が来ているので、子音を読まない形にして、そのまま U として読んでいる形です。で、これ、いろいろルールがあるんですけども、今回は、動詞のこの語形の変化についてのみ取り上げます。で、そうですね、派生文法での、動詞の形状変化なんですけども、例えば、この3つの大体なんですけども、大体3つの形でありまして、語感と派生接尾辞と、終止形連体形の、この場合はですね、終止形連体形の統合接尾辞っていう形あるんですけども、まあ、形としては括弧っていうブロックと、R あれ、まあ、っていうブロックと、まあ、この場合はルですねっていうブロックによって、文法が成り立っている形になってます。なので、上の文そのまま読んでいくと、括弧で、K の後に R が来ているので、子音は連続して読まないで書かれで、E の後 R なので、そのまま R を読むって形で書かれるっていう形で、これは、相手を受動可能尊厳の形の非完了形、非完了体ですね、まあ、完了してない形であるといった感じで意味を捉えます。で、まあ、それはもう一個の例として食べもあるんですけども、例えばこれ上のブロックに合わせて食べに、E なので、その次子音が来るっていう形で食べられで、またじゃあこれを完了の形にしたら、食べられたになって、もう完了して、それが受動の形であるっていうことが分かります。で、他にも、この派生接尾辞っていうのは、終止形連体形以外にも、命令形だったりとか連用形の形でも存在しています。詳細はちょっと調べていただけるとありがたいです。で、すいません。で、またちょっと言語学の話はここまでとして、次ちょっと探索アルゴリズムの話をさせていただきたいと思います。で、まあ、探索アルゴリズムのとりあえず、基礎的な内容を今回は説明させていきたいと思います。
まず、幅優先探索というものがあります。でこれは、ノードの深さが、ノードっていうのはこの丸です。これが深い、深さが同じものを優先的に探索していくっていう手法で、この場合ですと、まあ、ちょっと今回数字書いちゃってるんですけども、このように2、3、同じ深さですね、同じ深さのものからどんどん読んでいくっていう形の探索手法となっています。で、これこのままですと、まあ全部見ているので遅いんですよ、とりあえずその探索が。なので、まあ、ビームサーチ、というのがありまして、これがビーコンの仮説からなる、ビームを使った探索方法となっています。でまあ、基本的にはビッタビアルゴリズムなんですけども、各ノードでビーコンの仮説しかどんどん展開していかないという形なので、まあ、全体的な計算量が小さくなるという形になります。で、まあ、この B が、最大インフィニティ、まあ、無限大だった場合は全ての仮説に対してやるので、まあ、幅優先探索と同じような形となります。でこれどうやって使っていくかって見ていくんですけども、まあ、最初その文字の始まりある S が入って、彼っていうのはこれは何なのかっていうのを見ていきたいときに考えていくと、これをまあスコア付けしていくんですね、点数取っていくんですけども、今回はこれ情報量ですね、この S と名詞のつながりの情報量と彼が名詞の情報量を取って、これが、情報量最大なので、まあ、不自然ではない形というのでどんどん取っていくと、まあ、大体、B が2なので名詞とかこっちあたりが大体スコア高いんじゃないかなっていうのが、まあ、大体出ます。でここからこの2つに対しての、じゃあ次のだけとのつながりを見てあげて、名詞化と、これを計算していくと、まあ、そのこの名詞のであった時の確率 と、その名詞と名詞のつながりの強さ、もしくは、これが固詞であった時のやつで名詞だけ見ると、その名詞と固詞のつながりの強さでだけが名詞の強さっていうので見てあげて、その最小値を取ってあげてどんどん計算していくっていう手法で行っていきます。でこれをすると、ビタビアルゴリズムだと、まあ、名詞に対してはこの次のだけがどんぐらいあるのかっていうのを見ていくので、速度的に遅いんですけども、こっちだと、まあ、その決まった今回 B2 なんで2個だけ見てってやるので、比較的早く探索が行えます。よいしょ。でじゃあ次、深さ優先探索というのを説明させていただきます。でこれは、ノードがあるんですけども、これを、進める深さまでどんどんこう進んでいって、最大の深さになったら、ここまでいったら一旦戻って次5に行く。で5も行って、もうこれ以上下がないので3に戻るんですけども、3も下どっちも埋まってるので、次6に行って7に行ってっていう形でどんどんこう戻っていってっていうのを繰り返します。でこれ、これの応用として、まあ、グリーディーサーチっていうのがありまして、まあ、そのノードの深さでどんどん見ていくんですけども、その中で仮説一番その確率、情報量が大きい仮説だけをどんどん選択していって、深さ考えずに、点数が大きい仮説だけを優先させて、まあ、なんか処理を早くするって形ですね。まあちょっと言ってもちょっとわからないって例でやっていこうと思うんですけども、こういう、まあ、さっきと同じような形があった場合に、さっきと同じようにスコア付けをするんですけども、まあこの中ではだいたい名詞っぽいぞっていうのを見てあげて、情報量が名詞が一番高かったら、じゃあ次、だけとそのつながりを見てあげて、どこが一番高いのかっていうのをパパパパパッと見てあげて、ああそれで、まあじゃあ多分名詞の次にこっちが来ることが多いんだろうなっていうことで、このスコアが良さげだなっていう形になります。でこれを、まあ深さ優先探索
の形で見てあげることができまして、その形で見てあげると、まあこれ一個一個コストが出てくるので、例えば、その名詞の時は3、彼に対してですね、彼が名詞であるか、コストは3、コストっていうかスコアですね、スコアが3、動詞が、マイナスの価値なんですね、6なんで、なんでマイナス3、マイナス4、マイナス5、マイナス6みたいな形だったら、次その名詞ってくる確率が、マイナス5、マイナス6、マイナス7、マイナス8だったとします。でそしたら、マイナス5、名詞で来る形がマイナス5で、最初の彼が動詞である確率をマイナス4としたときに、彼が動詞である確率の方が高くなるわけですよ、全体としてみると。なので、彼を動詞として前提、動詞という前提として次のだけを見ていくって形でどんどん探査を行っていくと、動詞でさらにそれがその次のだけが名詞である確率、動詞である確率、前置詞である確率、こちらが確率って見ていくと、また新しくスコアが出るんですけども、その中で最小のものを見てあげて、さらにどんどん最小のスコアだけを取っていくことで、深さ優先探索として言語処理では見ていくことができると思います。で、その方法と比べるとグリーディーサーチは、情報量最大だけを見るので探索速度が速いのではないかなっていう形の結論となりました。以上でちょっと発表を終わらせていただきます。ありがとうございました。